はい、皆様こんにちは、ムーンと申します。いや、今回からですね、逆転裁判やっていこうと思います。あのね、私の大好きなゲームの一つでございます。もう昔からもうね、全部のシリーズやりましたね、派生作品も含めて。で、最近だと大逆転裁判っていうね、この逆転裁判に出てくる主人公のご先祖様のお話もねやりました。はい、とにかくね、この大好きな逆転裁判なんですけれども、とりあえずね、もう15年になるのかな、このゲーム。15年近くになる歴史のあるゲームなんですが、ここの一番最初の逆転裁判無印ですね、1ですかね、やっていこうと思います。はい、ということで、じゃあ早速初めからやっていきましょう。では初めての逆転ですね。いや、懐かしいな。ちなみにこれ、ね、初見プレイじゃないですね。もちろんキプレイになるんですけれどもね、もうかれこれ5年近くやってなかったので、ちょっとね、久しぶりな気持ちで楽しくやっていこうと思います。はあ、はあ、そう、なんで俺がこんな目に捕まりたくねえ、こんなことで。誰かがやったことにするんだそうだ、あいつだ。ちょっと大きいほくろが面白いですね。あいつがやったことにすれば。8月3日午前9時47分、地方裁判所被告人第2控室。はい。緊張するな。そう、これね、なるほどくんって男の人が主人公で、弁護士さんですね。なるほどくん、あ、所長、うん、なんとか間に合ったわね。どうかしら、初めての法廷は。こんなにドキドキするの、小学校の学級裁判の時以来です。それはそれは、ずいぶんご無沙汰してるのね。ええ、まあ、あの、所長、今日はすみません、忙しいのに。うん、構わないわ、可愛い部下の初舞台だもん。それにしても、初めての法廷で殺人事件を扱うなんてすごい度胸ね。感心するわ、あなたにもあなたの依頼人にも。あ、はい。借りがあるんですよ、やつには。え？あの依頼人の方に？ええ。実は僕がこうして弁護士になったのも、ある意味やつのおかげみたいなところがあるんです。それ初耳ね。僕はあいつの力になってやりたいんです。助けてやりたい。おしまいだー、もう何もかもおしまいなんだー。あそこで叫んでるのあなたの依頼人じゃない？そうですね。死ぬぞー、俺はもう死んでやるんだー。死にたがってるわよ。はあ。なるほどー、やはり有罪だ。俺を有罪にしてくれよ。事件でも何でもかくらってさっぱり死なせてくれ。どうしたんだよ。やはりダメだよ、やっぱり俺ダメなんだ。あの長いね、人生なんて死んだ方がマシだ。誰がいて誰が彼女を教えてくれよ。なるほど、彼女を殺害した犯人か。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。この子が、主人公のなるほどくんのお友達ですね。僕の名前はなるほど龍一。3ヶ月前に弁護士になったばかり。今日は初めての法廷だ。さて、今回の事件は至ってシンプル。マンションの一室で若い女性が殺害された。逮捕されたのは不運にも彼女と付き合っていた男。やはりまさし、小学校からの大親友だ。事件の陰にやはりと言われ続けて23年。なぜかいつでもきついトラブルに巻き込まれている。ただ一つ言えることは、悪いのはこいつじゃない。ただひたすら運が悪いだけ。いいやつだってことは誰よりもこの僕が知っている。そして何より僕はこいつに大きな借りがある。助けてやるんだ、絶対に。逆転裁判、今年の秋にまた第2シーズンかな、シーズン2のアニメが来ますよね。超楽しみ。これよりやはりまさしの法廷を開廷いたします。検察側も準備完了しております。弁護側も準備完了しています。なるほどくん、君は確か今日が初めての法廷だったかな。はい、緊張してます。依頼人が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。すみません。そうですね、裁判始める前に本当に準備完了しているか確かめさせてもらいましょうか。
うわー、頭の中が真っ白になってきたぞ。簡単な質問するから答えてください。まずこの事件の被告人の名前を言ってみなさい。そう、これこの逆転裁判初めてやる方はね、多分ゲームのシステムどうなのかっていうのは分かんないと思うんですけども、この法廷記録っていうのがあってね、これがね全てこの物語っていうかゲームを進めていくにはね超大事な要素で、証拠品が全部詰まってますね。でこの証拠品を見て証人とかなんだ目撃者とかの話を聞いて、で矛盾を見つけ出すっていうのがこのねゲームの根底でございますね。では今はこの事件の被告人の名前を聞かれているので、もう解剖記録見てみましょうか。高尾美香の解剖記録じゃないか、まあ人物見ましょうか。この綾里千尋さんは私の師匠ですね。なるほど、僕の師匠で、さっき出てきた矢張くんはお友達。この人ですね、事件の被害者高尾美香さん、マンションで一人暮らししていたモデルさん、この人が被害者でございますね。ということで、あ、そっか、被告人か、被告人だね、ごめんごめん、被告人だから、矢張くんか、そうだね、はい、被告人、それはまあ矢張くんのことですよね。その通り、そんな感じで落ち着いて答えればよろしい。じゃあ次の質問です。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。うん、それなら分かるぞ、あれだけ調書を読んだからな。で、あれ忘れしちまったぞ。この顔が好きなんだよ、私、可愛いんだよ。なるほどくん、名前なんだっけ。なるほどくん、あなたって人は被害者の名前も知らないの。そんなわけないじゃないですか、ちょっと忘れちゃっただけです。なんか頭が痛くなってきたわ。事件のことは法廷記録を見れば分かります。R ボタンに好きな時に見ることができるから、いつもチェックしておいてね、お願いだから。教えてもらいましょう、この事件の被害者の名前を。被害者はこの人ですね、高尾美香さん。被害者の名前は高尾美香さんです。よろしい。では彼女はどうやって殺害されたか、被害者の死因は。死因はこれか、解剖記録見て、鈍器による一撃で失血死だから、これか、鈍器で殴られたですね。鈍器で一発ガツンと殴られて。その通り。じゃあ質問はこれぐらいにして、そろそろ審理を始めましょう。君もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい、そうでもないけどさて、ちょっといいですか、内検事。何でしょうか、裁判長。今、なるほど君が言った通り、被害者は鈍器で殴られています。その鈍器ですが、具体的にはどういう。凶器はこの考える人の置物です。死体のそばに転がっておりました。証拠品として受理しましょう。はい、ということで証拠品、置物と考える人の形をかたどった置物、かなり重い。なるほどくん、裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから、 R ボタンで法廷記録をチェックしておいた方がいいわよ。はい、ということでやっていきましょうか。では内検事、証人を呼んでください。まず被告人矢張くんの話を聞きたいと思います。所長、僕はどうすれば。今は依頼人を助けるための情報を聞き逃さないこと。反撃のチャンスは後で必ずやってくるわ。彼が余計なこと言わないよう祈りましょう。心配だ、矢張やつすぐに興奮するからな。さて、矢張くん、君は最近被害者に振られたそうですね。なんだとこら、今世紀最高のカップに向かってなんてことを。いきなりかよ。ただ最近電話に出なかったり、会おうとしても断れただけだ。なめんなもう脈なしやんね。世間にはそういう状況を振られたと呼んでいます。実際彼女は君をほったらかして遊び回っていた。発売される前の日も海外旅行から帰ったばかりだったんだよ。なんだと。そんなの嘘だ、俺は死ねえぞ。裁判長、被害者のパスポートです。亡くなる前日まで彼女はニューヨークにいたそうですね。ということで、パスポートが証拠品に追加されました。事件前日7月30日ニューヨークから帰国しているようだ。確かに帰国の日付は死亡の前日だ。そんな。彼女はモデルでしたが、収入は大したことはありません。どうやら彼女にはパパがたくさんいたようです。おお、私もパパ欲しいぞって。嘘です。パパ、お小遣いをくれるおじさんたちのことです。実際さ、なんかね、なんかパパとかパトロンね、持ってる人とかいそうだよね、画家とか芸能人とか。
彼女は彼らからカニを援助してもらって遊んでいたわけだ。なんだって？被害者の高見美香はそういう人間になった。君は彼女についてどう思うかな、やはりくん。なるほどくん、この質問には答えさせない方がいいかもしれないわね。やはりのことだ、とんでもないことを口走るかも。どうしよう。じゃあ答えさせないでいきましょうか。やはりくんは被害者が他の男性と付き合っていたのは知らなかった。したがって今の質問は事件とは関係ありません。何言ってんだ。なるほど、関係ないことあるか。舐めやがってあの女、死んでやる、もう死んでやるぞ。天国であの女を問い詰めてやるんだ。もうダメです、死に急いだら。では審理を続けましょうか。とにかく被告人の動機はお分かりいただけたかと思います。とてもよく。もうやれやれだぜ。では次の質問に移りましょう。事件があった日、君は彼女の部屋に行かなかったかな。どうなのかな。え、何がどうなんだよ。あの様子じゃあいつ部屋に行ってるな。どうしよう。ここは正直答えされた方がいいかもしれないね。よし、合図を送るぞ。正直に答えろ。ああ確かに、その言ったよ、言ったさ。静粛に。それでやはりくん、うん、そんな目で見るなよな。あいつ留守でさ、会えなかったわけよ。結局いきなり裁判長、被告人は嘘をついております。嘘？我々には今の嘘を立証する証人がいます。それは話が早い。どんな証人ですか？死体の発見者です。彼は死体を発見する直前に殺人現場から逃げていく被告人やはりくんを目撃しているのです。もうやってしまったな、やはりよ。静粛に静粛に。あ、事件時その証人を呼んでください。ははっ、とんでもないことになってきたぞ。あ、大地はね、だいたいチュートリアルなんでね、まあ、割と簡単だと思うのでね、みんなもここで推理してみてください。事件当日、現場のマンションに新聞の勧誘をしていた山野星雄さんを入廷させてください。こいつもう犯人分かったよね、みんなね。山野さん、新聞勧誘をしておられる。はさようでございます。はい、では早速証言をしていただきましょう。あなたが事件当日見たことを話してください。ということで証言を聞いていきましょう。事件当日目撃したことを。勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。男は慌てていて、ドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。すると、なんと女の人が死んでいるじゃございませんか。私、腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。私すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えております。お昼過ぎの2時でした。逃げた男は間違いなくそこの被告人の方でございます。この動きがムカつくよね。なんかちょっとごま吸ってるみたいな。ほんま、やはり。なんで正直に話してくれなかったんだ。こんなにはっきり見られてちゃ弁護なんかしようがない。ところで、現場にあった電話はなんで通じなかったのかな。はい、事件があった時間、マンションは停電中だったんです。しかし停電中でも確か電話は使えるはずでは。はい、その通りです。しかし機種によっては呼気の使用はできないのです。現場で山野さんが手にしたのはそういうタイプの呼気でした。裁判長、念のため停電の記録を提出します。はい、東京停電記録ですね。事件当日の午後1時から6時過ぎまで現場のマンションは停電だった。では弁護人。あ、はい、尋問をお願いします。尋問ですか。さあ、なるほどくん、いよいよ本番よ。そう、ここからなんですよね。尋問ってどうすれば今の証言の嘘を暴くのよ。もちろん。え、嘘ですか。あなたの依頼人が無実なら、あんな目撃証言なんか嘘に決まってるでしょ。それともあなたは依頼人の無実を信じてないの。でもどうやって。鍵を握っているのは証拠品よ。あの証人の証言と証拠品のデータとの間には何か決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。まず法廷記録と証言で矛盾している部分を探すの。そして矛盾している証拠品を見つけたら、それをあの証人に突きつけてやりなさい。はあ。丸ボタンで法廷記録を見ながら証言と食い違う部分を探して。
ということで尋問やっていきましょうか。はい、そこの下画面のね、こう揺さぶるっていうのが尋問ですね。じゃあ揺さぶりましょう。また部屋から男が出てくるなんて珍しいことでもないのに、どうしてその男が気になったんですか。はあ、なんか妙な人だったんでございますよ。怒っているような、それでいて怯えているような、まるで殺人現場から逃げ出す犯人みたいな感じで。証人、余計なことは言わないでください。まあとにかく怪しい人物だったと。それでどうなりましたかな。いや、男は慌てていてドアをはみ開き傾いてしまいました。はい、半開きですか。もう半開きでございます。しばらく見ておりましても、誰も閉める様子がありません。なんか不用心だなと心配になりまして。なるほど、それでどうしましたか。これも全部揺さぶるのがいいですね。なぜそんなことを。だって何も半開きでございましたから、覗きたくなるのが人情でございましょ。山があれば人は登ります。それと同じことでございますよ。ああ、そりゃそうです、誰だって覗くでしょうね。なんか無理やり押し切られたような気がするけど。とにかく部屋を覗いたと。それでどうなりましたか。女の人が死んでいるじゃございませんか。間違いなく死んでいたんですか。さあそりゃわかりませんけど、もうピクリとも動かないし、血もドクドク流れてましたから。なるほど、致命傷だったわけか。わかりました。はい、で腰が抜けてしまいまして怖くて部屋に入りませんでしたと。では部屋のものには一切手を触れていない。そうですね、はい、わかりました。はい、で警察を呼ぼうと思ったということは行動には移さなかったわけですか。まあまあ落ち着いて証言を聞いてください。あなたは電話をかけようと思った。それどうなりましたか。そう、停電だったから通じなかったんだよね。現場にあった電話が通じなかった。ああ、さようでございますね。はい、でもあなたは部屋には入らなかったと。ああ、そのことでございますか。玄関の棚の上に電話の呼気がありまして、それを使ってみたんでございますが、その呼気が普通だったというわけですな。それどうしましたか。今ってさ、電話の呼気とか置いてある家あんのかな。そう、これもう15年前のゲームだからさ、携帯がそこまで普及してない時代なんですよね。で、近くの公衆電話から通報しましたと。なぜ公衆電話を。ああ、私携帯電話持っておりませんし、それに時間帯のせいか付近の部屋の方々も皆さん留守で。ははあ、ところで通報した時間はお昼過ぎの2時だった。午後2時、間違いありませんか。はい、さようでございます。妙に自信がありそうだな。午後2時、なるほど。くん、なんかおかしくないかしら。この証言と矛盾する証拠品を突きつけてみましょう。みんなわかったかな、大丈夫かな。そう、これは2時って言ってたんだけど、この時間帯は停電してたんですよね。午後1時から6時過ぎまでマンションは停電していたので、これが矛盾点ですね、ということで突きつけます。あ、違う、マジか。ちょっと待って、2時やらかしたちょっと待ってね、ここなんだよ、ここ2時なんだけど、神美香、あ、午後4時以降5時まで、これか、これだな。はい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 、これかな。あー、マジで恥ずかしい。これだな。犯行時刻が違うな。死体を見つけたのが2時、間違いありませんか。2時でしたね、確かに。しかし、それはおかしいんですよ。この解剖記録のデータと明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは午後4時より後なんです。2時に死体を見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるんでしょうか。それは…これは些細なことです。単なる記憶違いでして、私にはそうは思えません。山野さん、どうして死体を見つけた時間は2時だと。どうしてでしょうね。見事なツッコミを、なるほどくん。そうやって矛盾を指摘していけばいいの。嘘は必ず次の嘘を生み出すはず。その嘘をまた見ないであいつを追い詰めましょう。そう、嘘に嘘を重ねていくんですよ、こいつらは。あ、そうそう、思い出しました。
ではもう一度証言してもらいましょうかな。じゃあ今回ここの証言聞いたところで終わりにしようかな。いや早速間違っちゃったよ、マジで恥ずかしいんだけど。下を見つけた時時間が聞こえてきたんでございます。あの音時報みたいな感じで多分テレビだったと思います。あ、でも時報にしては2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたんではないでしょうか。その音を聞いたから2時だったと思い込んでしまったんでしょうね。どうもご迷惑おかけいたしました。ふむ、なるほど、ビデオで時報の音を聞いた。では弁護人尋問をお願いします。なるほどくん、もうやり方はバッチリよね。任せてくださいということで、あ、ちょっとあれか、ちょ、証拠突きつけるところまでやるか。じゃあ最初時間が聞こえてきた、はい、揺さぶって、聞こえた、見たわけじゃないんですか。はい、おそらく。とにかく死体しか目に入らなかったもので、多分時計を見る余裕はなかったと思います。はあ、でもちょっと変ですね。それならなぜ音は聞こえたんでしょう。死体に気を取られていたのなら音も耳に入らないような気が。証人は実際に音を聞いているのです。聞こえなかったかもという議論には意味がありません。まあそれはまあその通りですね。証人は証言を続けてください。時報、多分テレビだったと思います。テレビですか、ラジオではなかった。さあラジオだったかもしれません。ちなみに現場にラジオはありませんでした。大型のテレビが1台あっただけです。なるほどくん、テレビの時報を聞いたっていう証言、私ちょっと引っかかるわね。とにかく山野さん現場で時報を聞いたわけですね。時報にしては2時間もずれていた。そのずれは説明できるんですか。どうですか証人。でビデオを見ていたんじゃないか。ビデオですか。それなら時報にずれがあってもおかしくないでしょ。確かにそうですね。なるほどくん、問題はもっと他にあるんじゃないかしら。で2時だったと思い込んでしまった。2時という時間は本当に間違いないんですか。そうですね、今でも耳に残っておりますよ。あの事件事故の証言の裏付け捜査しましたか。すみません、時報を聞いたという証言は私も今初めて聞いたので。そっか、ここね、あれか、あの停電のやつが生きてくるのか。はい、まあ、一応これも突っ込んでおきましょうか。気をつけてくださいよこんなとこに揺さぶりをかけても意味ない。そう、なのでここでいいのかな。時報みたいな感じで多分テレビだったと思います。置物もちょっと気になるけど、まあ、これだよな。よし、ちょっと待ってください。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録がそれを証明しています。テレビにしろビデオにしろ使えるわけがないじゃないですかとんでもない顔したのさっき。それは確かにその通り。山野さんどういうことですかな。いや私もそのどういうことなのか。そうだ、思い出しました。山野さん、証言は最初から正確にお願いしますよ。なんだあなたという人物が怪しく見えてきます。なんか妙にくねくねしているしね申し訳ございません。でも何分下を見たショックで。もういい、わかりました。ではさらに証言お願いしましょう。よし、じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうかね。じゃあ証言聞いて終わりにしようか。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。もう嘘に嘘を乗り重ねてるからね、この男。現場に置き時計があったんじゃない、あったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。はい、時計を見た。まあそういうのは理解できますね。では弁護に尋問を。はい、ということで、じゃあ初回はここで終わりにしておこうかなと思います。はい、よし、じゃあまた次回ですね。あのぜひぜひ見ていただけると嬉しいですね。ということで逆転裁判ね、実況やっていきますのでよろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。